衣藩。衣藩は、三河国の北西部、現在の愛知県豊田市中心部を治めた二万国の、古代大名の小藩。藩長は、衣ロ城、別名七ら上。城。コ藩の歴史は領主により、大きく四つに分かれる。慶長九年、1604年、武蔵国から三宅康手が、祖先ゆかりの地である、三河国鴨モに入部し、 衣ロモ一1万国が始まった。三宅市はそれまでの以上を廃止、現在の豊田市元城町付近に陣屋を構える。これは、矢作川の水運と岡崎藩、尾張国、品野国への交通の要衝を抑える意味もあり、陣屋を中心に7か、町を形成した。現那5年、1619年、2代、安信は2000国を仮想の上、 伊勢国亀山藩に領地替えされる。官営十三年、1636年、三代、後世が再び一万二千国で、衣上主となる。さらに関文四年、1664年、四代、交渉の時代に、三河国田原藩へ、再び領地替えになり、以後衣の地を収めることはなかった。関文四年、1664年の三宅市天保後、 衣の地は、幕府領となり、三河大館、鳥山氏の支配下に入る。鳥山氏は、三宅氏の築いた陣屋を廃し、そこの町の豪倉を建て、さらに堀を埋め立てそこを伝じとした。他に、道路の拡張や、養蚕の奨励、考えなどの事業を行った。天元年、六百八十一年、道の区国石川藩より、本田忠都市が衣に一万国で入って、 再び立藩した。本田忠タは、徳川家康の家臣、本田忠勝の彦にあたり、幕府でも自社奉行を務めている。また、近隣の伊保藩と安ス藩も、忠ダの兄弟が治めており、西三河における本田氏一族の一体的支配の動きの中の立藩とも言える。本田氏は、衣を衣と表記することを定め、城下町の整備に努める。本田氏は忠、忠ダ 中時、ただ中の三代に渡り支配する。関縁二年、1749年、上野国安中藩より、内藤正苗が衣へ領違いとなる。以後、明治維新までの約120年間に渡り内藤氏が衣の地を支配することになる。内藤氏は、本田氏から受け継いだ、衣一万国の他にも、東東海国と三正加国に一万国を領し、 都合二万国の大名となった。入部後、幕府より四千両が与えられ、それまでのジニアから、衣城追記の計画が進められた。しかし、追記の計画は、一揆や洪水、清掃などの要因で父と進まなかった。この移転前の城は現在、桜城と呼ばれている。結局、第二大藩主の内藤真部分は、安永8年、1779年に、 衣ロ城の移転を決意、衣ロ城より、西方の樹木台に新しい城の築城を進めることになる。そして、天明五年、1785年に築城工事が終わり、江戸から戻った学文は、新城の見分をしている。それが現在、七州城と呼ばれる城にあたる。学文はまた藩校、高鹿館を創立している。以後、 衣の城下町は球場を中心とした下町と新城を中心とした樹木の両地域で発展し、明治維新を迎える。第四代藩主の正成は、大海彦根藩主の井田田中の逸子で、養子として迎えられた。失踪剣薬に励むなど犯罪性の好転に尽くしたが、天候不順や矢羽川の氾濫などで、かんばしい実績は生まれなかった。正成は、文政十三年、 1830年9月に、実弟井忠中の八王聖友を養子として迎え、これに反省を委ねて隠居したが、この縁組は、実家の井家からの持参金目当てであり、衣藩の釈罪整理に当てられたと伝わる。ちなみに、大老の井直介は、正成や、聖友の弟にあたる、忠中の年を、天保7年、1836年9月、 現在の松平地区で大規模な百姓一揆、鴨一揆が発生。基金に苦しむ農民が年貢の減免や市場価格の抑制を求めて起こした一大農民一揆で1万人以上の農民が参加する大騒動に発展した。藩主の内藤声優は鉄砲隊を組織して矢作川の堤防で農民を撃退し、一揆を武力鎮圧した。鴨の騒ぎ率。 鴨の沢立という別名でも知られる。この一騎は、東海地方有数の規模で、天保八年、1837年の王子を、平八郎の乱にも影響を与えることとなった。カエ四年、1851年、西雄が死死なく死去すると、やはり、いいから正文、正成、西雄の老いが、養子として迎えられ、第六代藩主となった。安政元年、 1854年、衣ロ地方を大地震が襲ったと記録されている。安政五年、1858年、マサフミが死去し、着難の文政が4歳で第7代藩主となった。これは、内藤氏歴代藩主の中で、家督が不死相続された唯一の例である。安政六年、1859年、洋式の軍政、英式従人法が取り入れられ修練が行われた。 慶応三年1867年には全国的に流行していた A じゃないかが衣でも起きている。慶応四年1868年2月に母親戦争が始まると、衣藩は藩主が両国不在のまま新政府に対して強順した。3月には藩主、文政が起藩し、4月に官軍の東海道軍人馬兵食まかない方として、 寸夫経営のため一小隊を派遣する。6月に再度経営に当たった。同年7月、藩主、文政は慶の御所へ参大し、勤労の意を改めて表した。明治2年、1869年、文政は、衣地藩寺、藩知事に就任した。明治3年、1870年、衣藩が廃止され、衣県になった。幕末時。 氏族は百個、卒族は二百個を数えた。内藤文成は、後に隠居して、明治三十四年、1 9百1年まで存命した。文政の養子として、家徳を継いだ内藤政教、正成の子は、家族礼によって死者に除された。不第一万国、鳥山市三河大館、不第一万国、不第二万国、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。